アポニー・ゲイラルディネ、または、ゲラルディナ・アポニーは、アルバニアを除ぐ一世の日。全名は、ゲイラルディネ・マルギト・ビルギニア、オルガ・マーリア・アポニーでナジアポニー。ハンガリー貴族のアポニー、ジュラ・ハクシャクと、そのアメリカ人の妻、グラディス・スチュワートの長女として生まれた。アポニー家は14世紀に遡る古い家柄だが、母方の祖父は、アメリカ合衆国バージニア州の富豪で、 ジャイアントウェルペンアメリカ領事を務めたジョン・ヘンリー・スチュワートという人物だった。オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊後、混乱を嫌った両親と共にスイスに避難したが、ホルティ帝徳による接傷体制が敷かれるとハンガリーに帰国した。1924年に父が死ぬと母は子供たちを連れて南フランスのマントンに移り、そこでフランス人将校と再婚した。 アポニー伯爵家は子供たちを教育のため、ハンガリーに連れ戻し、ゲイラルギネと妹のビルギニアを、オーストリアのプレスバウムにある女子修道院付属の寄宿学校に入れた。一家の資産が底をつくと、ゲイラルギネは即帰タイピストや、おじが館長を務めるブダペスト市内の国立博物館の売店の売り子をして働いた。ゲイラルギネは1937年に、妹の紹介で、 アルバニア王国の統治者、ゾグ一世と知り合い、その数日後に二人は婚約した。結婚式は、翌1938年4月27日に、ティラナで挙行された。結婚の立ち会い人イタリア外相の第二代、コルテラッツォ・ブカーリ伯爵、カレアッツォ・チャーノが務めた。ゲイラルディネがカトリック・神徒だったのに対し、ゾグはムスリムであった。国王夫妻は、 アドルフ・ヒトラーから送られたメルセデス・ベンツでハネムーンに出かけた。ゲイラルディネの王妃としての暮らしはわずか1年で終わった。1939年4月5日に一人息子の王太子、レカを出産したが、その2日後に始まったイタリアのアルバニア侵攻により家族と共に国外脱出を余儀なくされたのである。ゾグ一家は諸国で亡命生活を送り、 デーラルリネは1961年に、夫ゾグ一世と死別した。2002年6月、ゾグ一家の帰国が許可されるとともに、南アフリカからアルバニアに帰国したが、同年10月に、心臓発作により、ティラナの陸軍病院で死去した。ありがとうございます。